そうですね。植えてるんですか？植えてて、もう歯がなくなって枯れて取れてきたんで、もう取れていいですかね。あの、はい、一番最初のやつを親っていうんですかね。そうです。あれはもう使えないですか？食べるの、食べようと思えば食べれますけど、硬い。硬め。でも種類によって親食べるとしても。あ、なるほど。あのコロッケとかやったら全然大丈夫。あ、もう潰して。はい。バッサリ切り落として、うん、で皮もちょっと厚めに剥いて、中の芯だけみたいな。そうですね、この時で。あ、そんななるんですか。もう、ほな2m50ほっとかない方がいいんですか。ほっ、こんな方になるんですか、オクラって。すごい木みたいになってる。すごいでかくなる。すごい。ほんで一回、あの支柱よりもはるかに超えて、一回落とさないとあれなんですね。落とすっていうか、こうもう切って終わり、もう終わり成長しなくなったんで終わりで、もうモアで砕いてもらったんです。なるほど、なるほど。うわ、なんかこれ空心菜です。植えてましたよね。植えてました。これがやっぱ空心菜なんですよ。これも全部空心菜ってことですか。ここ、この辺空心菜で、ね、こっちつるぐらい。あ、ですよね、この辺。そうですよね、空心菜。空心菜です。すごい。名前分かれへんとかさ、言ってはったなと思って。そうそう。で、これ全部葉っぱ食べられて、芯だけに、芯っていうか、筋だけ。葉っぱ結構食べられて、あの、あの、これ、犬タデ。あ、やっぱタデなんですね。タデやーって。犬タデ。これでも、このタデは食べれないですか？知らないです。タデって知ってる。タデ、ベニタデとかのタデ。タデか、タデ食う虫も好き好きの。緑のやつとかも。うん、え？これ？これ？タデ、あ、これ。タデ。花は知らんけど。これ、何タデでしたっけ？犬タデ。犬タデ。犬。だと思います。多分。そうそうそう、タデじゃないっていうのを聞いたんで、ありがとうございます。それ、はい、もうめちゃ助かります。全然知らないことだらけで。あの黄色い花はちょっとわかんないんですけど、ね。あと青いのが強草って聞いて、やっぱ。そうそう、青いの強草ですね。あの周りの若い葉っぱは食べれるみたいな。そう、強草なんか。美味しいらしい。お茶にもできるらしいんですけど、うち一回今年も干してみたら、いつまでたってもあれかわからなくて。たびたび動画投稿してます。2023年10月30日に撮影してます、倉庫必要です。倉庫貸してください。お願いします。広かったら広いほどいいです。倉庫貸してください。お願いします。そんな動画投稿です。こんなんね、いただいたものがいっぱいあるんですけど、これを一個一個修理したりする場所、置いとく場所が必要です、はい、倉庫お願いします。出てきてほしい。倉庫倉庫倉庫、今一番欲しいものは倉庫。次の誕生日プレゼントも倉庫が欲しい、貸してほしい、クリスマスプレゼントも倉庫貸してほしい、お年玉も倉庫貸してほしい。そんな感じです、倉庫ね。え、なんか畑とか空き地倉庫にしていいよとかいうのもね、あると嬉しいです。あと同じで車の整備できる場所も欲しいんで、同じような倉庫とかアスファルトになってるとこ、それはそうですけど、場所が欲しいです。欲しい、お借りしたいです。ということで、倉庫お持ちの方よろしくお願いします。